はい、それでは未来の自分自身にお疲れ様です。今日は2018年平成30年の9月28日土曜日、金曜日ですね。今日は、いつも金曜日に来ている、うちのサテライト事務所西品川店の方に来ています。いつもここのところ、最近、朝1で撮影していたその日に前日か前の日にあった出来事や、それからその時その時に感じた感謝の気持ちなどを伝える記録動画を撮影していたんですけども、ちょっとこの1週間は撮影することができなくて、もうだいぶ朝5時に起きても朝真っ暗で。なかなかうまいこと撮影ができなくなってきてしまっているのと、あともうだいぶ涼しくなってきてしまって、朝ちょっと寒くてなかなかその時間帯に撮影することができないと、なんとなくリズムに乗れなかったり、撮影する場所がなかったり、あとはそういう時間をうまく取れなかったりとかしてちょっと、滞ってしまってました。ただいつものようにうちの奥さん、まずやっぱり何といってもうちの奥さんにはとても感謝をする毎日、本当に毎日毎日うちの奥さんに感謝をしてもいくらしてもしたりないぐらいな気持ちがあったり、うちの娘にも本当に毎日そばにいてくれるだけですごく生まれてきてくれてよかったなという気持ちを感じたりする日々なんですけど、なかなかそれを伝えることができない状態ではあります。またうちの従業員のみんなにも本当に力を貸してくれて頼りになるなと思ってますし、今日も西品川店のサテライト事務所に行ってきて、そのマネージャー E のマネージャーと話をして、本当によく従業員スタッフ西品川のスタッフ全員のコミュニケーションを取ってくれて頑張ってくれてるなということがよく分かります。なので本当に、自分自身を支えてくれるみんなにはいくら感謝をしても足りないぐらいな毎日なんですけど、なかなかそれを伝えることができず、いろいろとこれからこういう撮影をするのには場所や時間帯の工夫が必要だなというふうに思って、いろいろとチャレンジしてみようかなというふうには思ってます。昨日の出来事でいうと、昨日は、来週、自分が関わっている小学校の、ワクワク広場の運営委員会が、開かれるので、それが毎月大体、第1水曜日に行われるんですけど、その前の週にその下打ち合わせをするというのを今のところは繰り返し行っていて、それが昨日の前打ち合わせを、昨日行ったんですけど、今、うちの小学校の、ワクワク広場のプラン担当職員の丹後さんには本当に情熱的な、接し方、子どもたちや我々地域スタッフへの接し方をしてくれて非常にありがたいなというふうに思ってます。また、遅くまで打ち合わせに、参加してくれている、中田さんもですね、一緒に頑張る仲間として非常に心強いなというふうに思ってます。何よりもやっぱり地域で育つ子どもたちのため、また子どもたちを支えるという意味でやっぱり我々大人も一緒に成長していける場だというふうに思っているので、これから先も今とずっと同じようなペースで運営委員会やその他いろいろなミーティングをしていくかどうか、ちょっとまた先々は別ですけど、まだ開設して半年なので、これからしばらくはこういったペースで打ち合わせが続くと思いますけど、ぜひ一緒に、子どもたちとともに大人としての自分たちも成長していける場として、なんとか安定させていきたいなというふうに思ってますので、丹後さん、永田さん、これからも一つよろしくお願いいたします。それじゃあ、今日のところはちょっとなかなかこういった撮影をできる時間帯や場所をこれからしばらくはいろいろと、模索していくことになると思いますけど、なんとかやってみましょう。そそれじゃあ今日はこれで赤羽に戻ります。じゃあ。